丘の銅像著新南吉朗読金井ゆかり丘の麓の美しい平和な村にハンスという詩人が住んでいました丘の上に立って美しい村を眺めては歌に歌い牧場に行って優しい羊の群れを眺めては 詩を書くのが常でしたハンスの作った詩は国中誰一人知らないものはないほどでしたある時王様はこの村のそばを通りかかりましたがハンスがこの村にいると聞いてわざわざこの名高い詩人に会いに来られました王様でさえそんなにハンスを大切に思っていられるのですから 村の人たちがハンスを敬ったことは言うまでもありません。そんなわけですから、このハンスが年取って天国へ召されていったときには、村の人たちは相談をして、ハンスをいつまでも忘れないように、銅像を建てることに決めました。3ヶ月ほどのち、丘の上のニレの木の下には、立派なハンスの銅像が建ちました。ちょうど、 ハンスと同じ高さで、顔から、形から、生きてる時のハンスそっくりでした。村の人たちは、その銅像を見上げては、生きてた時のハンスが、牧場の柵のそばで、羊の群れをいつまでもじっと見つめている姿を思い出すのでした。長い年月がたちました。ハンスの生きていた頃 まだほんの赤ん坊だった人たちが、今はもう髪の毛が雪のように白くなって孫たちの重りをしていました。孫たちの重りをしながら、ハンスが作った子守歌を歌っていました。孫たちが昔話をせがむと、その老人たちはハンスの話をして聞かせるのでした。それからまた長い年月が経ちました。 もう村にはハンスのことを知ってる人は亡くなってしまいましたけれど丘の上にはまだハンスの銅像が村の方を見下ろして微笑みながら立っていましたある日村の百姓が一人教会へ行って牧師様にこう尋ねました「丘の上に立ってござらっしゃるお方は一体どなたでござんしょう?」。 すると年取った牧師様は「あれはハンスといってなわしのおじい様のおじい様が生きてござらしちゃった時よりもっと以前に村に住んでいらっしゃったえらい詩人じゃ」と答えましたそのころその国では悪い伝染病がはやっていました伝染病は 丘の下の下美しい村へも黒い大きな鳥の影ののようにやってきました。村の人たちはどんどん死んでいきましたもしもヘンデルという偉いお医者さんが一生懸命に働いてくれなかったら村の人たちは伝染病のために一人残らず死んでしまったかもしれませんこのヘンデルが伝染病のばい菌を見つけてくれたので村の人たちは 病気から救われるようになりました村の人ばかりでなく国中の人が救われましたそこで村の人の喜びようと言ったらありませんところがその喜びの真っ最中にヘンデル先生はふとした不注意からばい菌が目に入りそれが元で死んでしまいました村の人たちは集まって相談しました ヘンデル先生のような偉い方はいつまでも忘れてはいけない。ヘンデル発祥の銅像を建てておこう。そこで、ヘンデル先生の銅像を建てることに決めましたが、何しろ、伝染病という大災難の後だから、村は貧乏になってしまって、誰もお金を出すものがありません。お金がなくては、銅像を建てることができませんので、村の人たちが困っていると、 靴屋のじいさんがそれじゃああの丘の上に立ってる銅像をあのままヘンデル先生の銅像にしてしまったらどうだと言いました村の人たちはなるほどこれは名案だと思いましたこれならちっともお金がいりませんそれにあの誰だかわけのわからない銅像なんかなくなった方がいいのでした 1>, 1週間ほどすると丘の上の銅像の顎にあごひげがくっつけられましたヘンデル先生はあごひげを持っていたからでした村の人たちはその銅像を見上げては沼のほとりで薬草を探していたヘンデル先生のことをしみじみ思い出すのでした10年に1人ぐらいは村で悪い伝染病にかかるものがありました 村の人たちはヘンデル先生の教えてくれた薬草を早速煎じて病人に飲ませましたすると病人は2、3日のうちに治ってしまうのでした村の人たちはこの薬草をヘンデル草と呼ぶようになりましたヘンデル草は春になると青い芽を吹き秋になると枯れていきましたそうして何十年か 何百年か過ぎ去りました丘の下の美しい村は昔の通りの小さな村でしたけれど村の人たちはもうすっかり変わっていましたヘンデル先生のことを知っている人はもういなくなりましたヘンデルといえばすぐ草のことを思い出すばかりで丘の上のひげを生やした銅像のことも昔のヘンデル先生のことも 思い出すものはありませんでしたしかし銅像は昔とちっとも変わらずにニレの木の陰にぼっそり立って村の方に微笑みかけていましたその頃この国と隣の国とが激しい戦争を始めました村からも丈夫な若者たちが大勢戦争に出ていきましたけれど戦争はなかなか果てませんでした 隣の国はこの国より大きくって新しい兵士をどんどん戦場へ送ってよこすのでこの国の方はだんだん負け気味になってきました大勢の兵士たちが大きな爆弾の下で紙切れを吹っ飛ばすように一度に倒れたりしましたしかしこうしてこの国の方が負けそうになっていた時にペテロという一人の馬に乗った若い指揮官が 目覚ましい働きをしたおかげで味方は元気を盛り返しとうとう敵を打ち破ってしまいましたしかしペテロは戦いのあと馬と共に死んでいるのが発見されましたペテロペテロと若いペテロは一度に有名になってしまいましたこのペテロは他でもない丘の下の美しい村から戦争に行った若者たちの一人でした 味方のの勝利がペテロのおかげでであったととと、いうことがが村村に知れると村では大騒ぎが始まりまりし、た。そして、今か今かと、ペテロや他の若者が凱旋してくるのを待っていました。丘の上の銅像のところに見張りがいて、遠くの方を目を細くして見ていました。けれど、その見張りの目にも、ついに若者たちが凱旋してくる姿は映りませんでした。 そして、ある夕方、弱々しい赤い夕日の道を、長い影を引きながら、松葉杖にすがって、ちんぎりちんぎりやってくる一人の男の姿が見えました。これは、村から戦争に行った若者の一人で、居酒屋の息子でした。この居酒屋の息子から、戦争に行った村の若者はみんな戦死してしまった。 ペテロも戦死してしまったと聞いたとき、村の人たちは悲しい芝居を見た後のように首を振って囁き合うばかりでした。ペテロのおかげで我が国は勝ったんだ。ペテロは我が国の英雄だ。ペテロの銅像を作ろうじゃないか。おお、そうだと村の人たちは言い合いました。しかし、ペテロの銅像には、 ぜひ馬が必要でした。なぜならペテロは馬に乗って戦場に活躍しました。そして馬と一緒に死んでいました。しかしもし馬にまたがったペテロの銅像を作るとなると費用が大変で到底そんなにたくさんのお金は集まらないに決まっていました。そこで小学校の先生が素晴らしいことを考え出しました。それは 丘の上に立っている銅像を、そのままペテロにして、馬だけを新しく作るということでした。